皆さんこんにちは、ダンクマヨシです。というわけで最近はレイカーズトークが続いてたんですが、今回は久しぶりにウィザーズトークということで、今回ウィザーズは昨シーズンリーグ優勝を果たしたバックスと対戦しました。そして今回も残念なことに八村選手はまだ出なかったんですが、結果から言いますと101対94でウィザーズの勝利。これによってウィザーズの今シーズンの対戦成績は7勝3敗となりましたが、ウィザーズがこの開幕の最初の10戦で7勝を挙げるのは2014年以来ということで7シーズンぶりとのことです。そしてウィザーズとしてもこれまでバックス相手にずっと負けており、これまで8連敗をしていたんですが、これでようやくその連敗も止まったと。いやー、ウィザーズね、本当に今シーズン調子がいいんですが、まずはバックスの方から少し見ていきましょう。この試合バックスのエースのヤネス・アデトクンポはチームハイの29得点18リバウンド5アシスト3スティール1ブロックを記録。ですが今回バックスの方は結構欠場者もいて、まず全米代表にも選ばれたクリス・ミドルトン、彼はこの前感染が確認されたということで現在隔離中で、そしてチームのスターティングセンターブルック・ロペスも現在腰が痛いということで欠場中。よってバックスは今回スタメンのうち2人がいなかったと。それプラスバックスは最近チームとしてもかなり調子が悪くて、ここまでシーズンの成績は4勝6敗と負け越しており、しかも最近6試合のうち5試合も負けていると。ですがこれに関してはヤニスが試合後にツイートを残してましたね。あと72試合を使ってなんとか良くしていくと、そういったツイートを残していました。そしてバックスのヘッドコーチも試合後にヤニスに関して話しており、ヤニスは今回もっとプレーをしたがっていた、だが彼の状態をいい感じにキープするのが私の仕事なんだ、だが今回の彼のスピリットは最高だったよとヘッドコーチはこのように話していました。そしてこれは余談なんですが、現在アメリカの首都ワシントン DC にいるミローキーバックスは前回優勝したチームということで、明日ホワイトハウスを訪れるそうです。とまあバックスとしては最近かなり調子が悪く、しかも完全体ではないんですが、それを考慮してもあれだけヤネスが大暴れしていたバックスを今回倒したウィザーズ、確かにこの勝利は自信になったと思います。そしてウィザーズのヘッドコーチとして1年目のウェス・アンセルド・ジュニアも今回試合後に話しており、チームは今シーズンからたくさんの選手が入ってきたが今のところうまくやれている、それだけにこれは大変なことだが今のところ選手はよく頑張っているし、自分たちがやろうとしていることに集中してくれているとヘッドコーチはこのように話していました。いや本当にそうですよね。よく考えたら今シーズンからカイル・クズマ、KCP、ハレル、スペンサー・ディミディ、あとはアーロン・ホリデーとかたくさんの選手が入ってきたんですが、今のところ本当にうまいこと機能していて上出来ですよね。本当にレイカーズと比べると対照的というか、本当に今チームのケミストリーがいい感じになってきてますよね。そしてその好調の要因の一つとしては、自分はディフェンスだと思ってて、やっぱり今シーズンからヘッドコーチとして赴任してきたウェス・アンセルド・ジュニア、彼がもともとディフェンスを専門にしてるっていうことで、その辺が本当にうまく機能してるんでしょうね。そしてそれは今回の試合にも現れており、ウィザーズのディフェンスはバックスのスリーポイントを 27.8% に抑えて、フィールドゴールの成功率も 39.4% に抑えたと。そして選手個人で見ていっても、例えばスターティングセンターのダニエル・ギャフォード、彼がインサイドでね頑張ってますよね。今回も2ブロック、そして KCP も相変わらずあのスピードを生かしたディフェンスで4スティール、そしてクズマも結構頑張ってましたね。だけど彼ら以上に今回自分の中でディフェンスが目立っていたのはデニー・アブディア。得点はたったの3点だったんですが、4アシスト9リバウンド1スティール2ブロックと、しかもプラスマイナスに関してはチームトップのプラス10、特にヤニスに対してのディフェンスもかなり頑張ってましたね。そしてブラッドリー・ビールもこの件に関しては試合後に話しており、彼らに対して今回タフなディフェンスができてよかったとそのように話していました。そしてこのブラッドリー・ビールもね、今回大活躍でしたよね。彼は今回3、2本を含む14本のシュートを成功させて30得点、5リバウンド8アシスト1ブロックを記録。彼ようやく最近調子が上がってきましたね。っていうのは彼はシーズンの序盤こそはねかなり調子が悪くて、10月の彼のシュートの成功率はなんと 36.3% だけど、彼のシュートの成功率は11月に入ってから49%にまで上がってきてると。そしてカイル・クズマ、彼は今回3本のスリーポイントを沈めて15得点、10リバウンド5アシスト1ブロック、リバウンドを本当に平均的にねよく取ってくれてますよね。現在シーズンの平均リバウンドも 9.4 本、なんかしっかりとね彼の役割をこなしてるって感じで、これも紛れもなく現在ウィザーズが強い要因の一つですよね。そして相変わらずシックスマンのモンテレス・ハレルも安定した活躍で15得点4リバウンド、本当にこう各自役割をちゃんとこなしてるって感じで、モンテレス・ハレルはこうやってシックスマンの役割、ブラッドリー・ビールはエース、カイル・クズマはリバウンド、 KCP やアブディアはディフェンスみたいな感じで、ウィザーズはこれからが本当に楽しみですね。
はい、というわけで今回のウィザーズトークは以上なんですが、皆さんは最近のウィザーズどう思いますか？あなたの感想をコメント欄で教えてください。そしてもしもこの動画を楽しんでもらえたらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、という感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。